坂トンネル、新ヶ坂トンネル昼夜連続通行で通り抜けできません。10月4日から12月、じゃあ新ヶ坂トンネル24時間通行止め。え、聞いてみようか、うん、ああすみません、こっちの道で群馬側に抜けれますか。あ、抜けられますか。あ、わかりました。全面通行止めとかで大丈夫ですか。こういうのは抜けたい。あ、そうなんですか。ありがとうございます。あ、双子山通る。かわいい。通ったことない。ないない。ってことは、もう今は双子山のとこ通ってるってこと。で今の多分トンネルで群馬と県境なんじゃん。志賀坂トンネルの代わりのトンネルになってる。ふーん、これで群馬になってる。じゃあ何、双子山も群馬はそんなことない。あるよ。あるの、うん、あ、双子山って県境だった。県境じゃん。あ、じゃあそうなんだ。そうなんだ。双子山の頂上自体あれだけど、そのなんとルートの登山道は群馬も入るよ。あ、あるんだ。埼玉とかって何かセンターって。あ、そう、ここ
失礼します。